ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、もうね、十分マリンも連れ回したということで、連れ回したということで、あれやね。動物村の方に戻っていきますか。はい、抜けてきました。壊せんのか。壊したらなんかありそう。そう、あっこの、ハートのかけらも取りたいんだけれども、とりあえずあの、セイウチさんを、ちょっと、どかしに行きましょうか。え、どこにおるって、セイウチさん。え？あの、どこすかね？こっち？え、違うね。え、そこにはどうやって出ていくの？え、待って、そこにはどうやって出ていくの？あ、こっちから行けるんか。こういうことか。こう、こう回っていって、どこに行けばよろしいのかしら？ヤーナ砂漠入り口。あ、これ！これか。あら、いけないセイウチさんね。ちょっとびっくりさせちゃおうか。うん。あ、歌。完璧にあれやん、ポケモンのカビゴン。ポケモンの笛を吹き寄る感覚やろ。あ、めっちゃなんか、そんなリズムじゃないと思うけどね。おお、ダイブしてった。寝起きのいい子ね。あ、うさぎ。あれ、私を呼んでる。きっといつものあれね。私、動物村へ行ってるわ。アイナもきっと寄ってね。ええ、ちゃんと行くよ、また。で、これでマリンがおらんくなった後に、この場でね、もう一回あの、オカリナで、マリンの歌を、マリンの歌？風の魚の歌か。これを吹くと、なんもならんやないかい。どういうこと？え？なんかなるんじゃなかったの？もうちょっとこっちとか？いや、別に特に何もない気がするな。あ、ヤーナ砂漠に出ちゃったわ。なんもないやん。え、なんもないやん。どういうこと？あ、こっちから行ったらあれやね。え、なんかめっちゃ吸い込まれそう、あっこ。はい、こっちに、ハートのかけら。イエイ。あ、これでハートが1個増えるよ。ハートのかけらが4つ揃った。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。やった。私はね、そんな縛りプレイみたいなことは、あ、ここ爆弾。縛りプレイみたいなことはせんけんね。もう、どんどんハートは増やしていくよ。はい、オッケー。ここは一体どこに繋がっているのかしら。これは押して落とす？で、ここはジャンプで越える？うお、びっくりした。びっくりした。え、ここは？ちょ、待って、多分さ、この子たちを、ひー、怖っ。あ、待って、落ちよった。ちょ、待って、この子たち落としていかんといかんねやと思うよね。多分、いいよ。はっ。で、いて。落として、2匹とも落として、ここからおランクしたら、何かしら、あるんじゃなかろうかと思うのだけれど。どう？あ、てかそこ爆弾でいける。よいしょ。そういうことか。じゃあ、は。スコップいらんかな。はい。はい、開いたー。お、これでこっち側に来れて。びっくり。あ、ハートのかけらあるやん。え、これは？ああ！爆弾をセットしてしまった。あ、ここは越えられない。え、なに？どうするの？え、どうするの？ここ。え、越えられませんけど。え、いけんくない？どうやって行くの？これ。押せない。
押せない、もしかして。てい、いや、いけんいや、いけないんですけど。なんか他に必要なものがあるとかかな。よいしょ。は、あ、結局あっちに行って、まあ見えたけど、見えたけどよ。え、無理やろ普通に考えて無理やろ。ちょ、待って。うん、下に落としたね。いけないのか、ここは。危ねえ、落ちるかと思った。本当はもうこれ以上進めない？よし。マリンがどうのこうのって言ったら、ここの、あ、なんかシュール。歌うたいよりやん。まあ、この広場絶対なんかあると思ったんよね。え、ここのリンゴなんか一個なくなってない？気のせいかな？なんか赤いやつもあった気がしたんやけど。青だけやったわ。ほら。リサイタルが始まっとる。ジャイアンと違ってめっちゃ人が集まってくるわ。人じゃないけど。見てこれ、寝そべっとるクマ超可愛くない？うっとり歌に聞き惚れている。ほらみんな。風の魚の歌、絶対忘れないでね。それから私のことも。どうしたの君、いなくなるの？え、それとも私が死ぬの？え、怖いんですけど。あれかな、一旦画面切り替えてやったらできるかな。ちょ、もう一回試してみよう。どうよ。あ、来た来た来た。はい、セイウチ。絵文字みたいなの突き出した。そうだよ。マリンじゃないよ。私だよ。あ、がっかり。おうおうおうおお、ありがとう。秘密の貝殻を手に入れた。たくさん集めていいものをもらおう。なるほど。リンクということは、こっちが必要なんだねっていうこと？ありがとう。もらっていきます。これ別に持ち上げれたりとか、なんもせんのか。サボテンや、サボテン。これもマリオン出てきた時よね。うお、びっくりした。サンボ、サンボ。いててててててて、降りすぎ、いててててて、サボテン。サボ、あ、ここは吸い込まれるんじゃないの？敵？うごご、うごご、邪魔ゲージ、目障りゲージ。これは、え？出てくる？あ。てい。あ、普通に攻撃できるんやね。なるほど。これ爆弾を置くとかではなく、へ、へ、いてててててそれ吸い込まれんようにだけしとけば大丈夫なんかな。おう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 。てて、いてて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 。来いよ来い、そっちか。てて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 。こいつは頭を攻撃する感じかな。尻尾攻撃しても今なんかあんま効いてなかったね。はっはっは。あ、吸い込まれた。え、ん、どこだ。いい。あ、死んだわけじゃないんやね。なんか、いてててて、怖い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 。いや、怖い怖い怖い。やめてやめてやめて。気持ち悪いよ。どこなんやろ、これ。とりあえずちょっと回復したい。開いたところにも、うん、開いたところ先行こっか。階段はなんか最終っぽい感じ。てか、どっかに多分戻ってくるんやろうね。階段で。よいしょー。はぁ、やった、ハートのかけら。ってことは、一旦は吸い込まれんかったら、ここには来れんかったってことなんかな。あ、それ、いやでも、階段があるってことは階段で来れるんか。痛い！やめてよ、せっかく回復してるのに。あ、フクロウや。夢が覚めたら泡になる。魔物もみんな泡になる。だから魔物は邪魔をする。目覚めの死者の邪魔をする。なんか悲しい。泡ぬ、あ、ここ？ここか。すぐ横やん。なんか悲しいね。魔物もすべて泡になるんやって。そりゃ抵抗するわな。さあ、来いよ。
しまって全然攻撃できんかった。そっちか。こい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 、いててててててて。痛い。あ、ちょっと待って。行くぜ。さあ来い。とりあえずもう一回だけ攻撃を当てていくことにしよう。は、あ、当たってない。当たってない。ちょ、弓矢的なものが欲しいです。あ、これ頭が出てなかったら全然、頭に当たらんかったら意味ないよね。辛いわ。あー、怖い。5回ぐらい当てたらいけるかな。は、出てきてすぐぐらいじゃないと無理やな、頭。追いつくの。は、お、いいんじゃないか。そろそろあれじゃない？もうあの、あー、くそ。ちょっと攻撃パターンが変わってきたりとかしないの。どこや次、はい。ちょっと待って、移動早い。全然当たらない。そう。危ない。おこれ反対側とかに置ったら結構頭を攻撃できるんじゃ。この辺にヘイ。若干ダメージを食らったけれど、ほら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 、いい感じに当てれるようになったんじゃないの。おっと、なんか思っとった方向と違う方向やった。移動していく方向が。へい、やった、仕留めた。やったやん。おー、なにこれ、ちょ、吸い込まれるんじゃないの。取れた、取れた今の。あ、下にちゃんとある、よかった。鍵、アムラの鍵を手に入れた。やったー、行こう。危なかったー。よいしょ、回復していこう、回復。アングラーの鍵、また新しいダンジョンってことやろ。さあ、新たなダンジョンの鍵は手に入れたけど、待って、怖い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 。怖い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 。あと、どこに行けばいいんやろ。何かありそう。てか、絶対なんか、あるやろ。わあ、なるほどね。蜜の貝殻を手に入れた。たくさん集めていいものをもらおう。いや、でも別にあれなんやね。ストーリーが進む的なことではないやね。これは壊せないのか。ただの障害物ってことか。はい、ルピー。よいしょ。てか、敵がおらんくなったらあれ、ねえ、なくなるんかと思ったけど、あれは元から、あるんやね、吸い込まれるのは。よいしょ。こっちの方向か？え、違う、こっちから来たん。別に特に何もなく。あ、フクロウ来た。どうも。その鍵は滝を登りゆく魚を表しておるの。あ、そうなんや。山の滝へ向かうのじゃ。水が登り詰めたなら、あとは飛び入れるだけじゃで。あ、そういえば滝がどうのこうのって言ったっけ。水が登り詰めたなら、あとは飛び降りるだけ。どういうこと。とりあえず滝から飛び降りろってこと。滝ってどこにあったっけ。おお、晴れた晴れた。滝って、これのこと。あ、ここ、あ、これなんか魚の絵描いとる。あ、じゃあここに行けばいいんか。あ、で、ここも、あれやん。ワープのやつあるやん。え？これはワープのとこ行けるんじゃない？ここ。ちょ、待って、行こう行こう。あ、見てこれ、リンゴの数増えたり減ったりしよる。え、すごい。え、滝壺ってことは今度はあれじゃない？泳げるようになるんじゃない？ねえ。絶対泳げるようになるけん。てか、ここなんもないん？壊せたりとかせんの？よいしょ。あ。あ。それ壊れんのかな？
壊れん、すげえ頑丈やん、やべえ。頑丈すぎて怖い。とりあえずじゃあ、あっちまで、あれか。あ、邪魔。ワープしていきますか。あれ？あ、こっちまでは飛べん。マジか。じゃあ、ここまで飛んで、こっから移動していく感じかな。断平の小屋。で、ひたすら上に登っていけばいいかな。どっから登っていくんやっけ。あ、ここか。いやー、背後。背後を狙われる。ここなんかあり。ですよね。投げようと思ったのに。はい、秘密の貝殻ゲット。たまらんち山、おぽんがの沼。よいしょ。さあ、向かい、ん？なんかある、ここ。いや、気のせいか。気のせいやね。ここ前に一回来かけたことがあるけど、結局、途中でね、多分、今はその時じゃないと思って、進むのをやめたんだけれど、小屋かと思った。違うんか。ちょっと盛り上がってるだけか。お、またなんか新たな敵？あ、ほら、あ、なんか一つ目の気持ちの悪い敵だな。てい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 。ただ別に強いわけではない。あ、ほら、ここに鍵を刺すとこ、え？ここに鍵刺すとこあるけどさ、水の中入ったら溺れない？溺れるよね。で、ちょっとここ、あ、なんかこれ上から入れそうな感じの、違うか？はい、とりあえずこれで、タルタルコーチ、解放。こっちの、行けそうな感じの、階段から、行きますか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、多分次の回かどうかはわからんけど、そろそろ泳げるようになるやろうということで、また行ける場所が増える。嬉しい。